では定刻になりましたので第14回目の計算科学特論 A の講義を始めていきたいと思います。本日は、分子研の石村さんに量子化学計算の大規模化1と題して講義をしていただきます。ではよろしくお願いします。紹介ありがとうございます。分子化学研究所の石村です。今週と来週2週にわたって量子化学計算の大規模化というタイトルで、話を進めていきます。講義の内容ですが、今日はまず分子科学分野におけるスパコン利用の歴史について少し振り返ってみたいと思います。その後量子科学計算で一体何を計算しているのか、何が得られるのかといったことを紹介して、また量子科学計算にたくさんの方法がありますから、それらの紹介、そしてそれらのコストも説明します。その後大規模計算を行うためにはどういったことを考えていかなければいけないか、またこれまでにどんな取り組みがなされてきたのかについてご紹介して、最後に高速化の事例を一つ紹介して今日は終わります。来週は高速化と並列化両方同時に考えた事例を紹介します。並列化に関してはただ並列化するだけではなくて、高速化も同時に考えないと計算機を効率的に使うことはできないので、このどうやって同時に考えながら進めてきたかといったことを紹介します。その後現在開発している新たなオープンソースソフトウェアの紹介をしていきます。最後にこれからの特にポスト経営に向けて、メニコア時代に向けた開発、どういったことをしていかなければいけないのかを具体的な事例をもとに紹介していきたいと思います。ですので、今日は、どちらかというと基礎的な内容が中心で、来週は応用編ということになります。まず、この、図ですけども、分子研の計算センターに導入されたスパコンの CPU 能力の変遷を表しています。この図の一番左側が1979年、初めて、分子研スパコンが導入されてからの、計算能力の伸びを示しています。数年に一度マシンが更新され、その度に能力は増強されて、現在に至っています。その演算性能はおよそ10年で100倍のペースで、向上し続けています。この10年で100倍というのはスパコンのトップ500のランキングの伸びとほぼ同じ値となっています。具体的な数字を少し見ていきます。1979年に導入されたのが日立のスパコン、たった2台です。これも非常に大きな筐体のマシンで、これ2台だけで部屋を埋め尽くすようなマシンです。これが性能としては 0.036GFLOPS ということで、今の携帯電話よりも性能は低いんですけれども、当時としては非常に画期的なマシンが導入されたということになります。そして2000年ですけれども、この時はさまざまなベンダーのマシンが入っていて、それぞれCPU は違っていました。そのため、計算方法とか手法に応じて適切なマシンを選んで、計算をしていたという時代です。2000年の合計の演算性能は 514GFLOPS、 これは今の最新の Core i7 4コアで見ると 2.5 台分ということで、もう2000年のスパコントータルの性能を簡単に研究室で利用することができると、そういう時代になっています。そして最後の2015年最新のマシンですけれども、基本的にはインテルの CPU が大半を占めています。特徴的なのがこの赤字で書いているこのコア数で、もう数千コアというシステムで、トータルでは1万か2万コアと膨大な数 となっています。その合計の性能は約500TFLOPS で、これは2002年に世界でトップになった初代の地球シミュレーターの10倍以上の性能を持っていますし、
また K コンピューター、先日のランキングで、また4位を維持していますが、これの約20分の1という性能となっています。ということで、もう並列計算はもう、現時点では必要不可欠となっていて、もう大規模計算というのを、K とか一部のアプローチではなくて、大学やこういった研究所のスパコンではもう当たり前になっています。これまでの伸びを考えると、おそらく2020年代前半には K コンピューター並みのマシンが導入されているということで、これまでの K コンピューターのプロジェクトというのは、第一にはその K コンピューターを使いこなして研究で成果を出すということですけれども、それ以外にも5年10年後の日常の研究の下準備をする土台を作成するという位置づけもできるかと思います。また緑で書いていますが、一部のノードには NVIDIA の GPU も入っていて、こちらはソフトウェアの整備が進んでいる MD の方で利用がよく行われているようです。このように CPU だけではなくて、そのアクセラレーターも使って、とにかく少ない電力でたくさんの演算をしようという試みもなされています。で、その計算センターの利用状況ですけども、左側がセンターを利用した論文の数で、スパコンを導入されてから伸び続けていて、2000年頃をピークに現在は少し数が減っています。ただ利用者数を見ますと一定の幅で推移して、という状況です。ここから考えますと、2000年頃何が起こったかというと、ペインタイム4がインテルから出たと。それまでは研究室でもしマシンを持とうとすると何百万もする高いワークステーションを買う必要があったんですけれども、2000年以降は非常に安い PC を導入して、それで計算研究室でも簡単に計算ができるような時代になりました。そのため比較的簡単な計算はもう手元でやって、で研究室でできないような大きな計算をセンターで実行するというのが2000年以降の流れになってきていると思います。そのためシステムの一部を長時間占有する大規模計算が近年増加しており、2005年の時点では特別枠、クラスター占有利用枠というのがありまして、これは最大4000コアを7日間、これを一つの単位として最大12回まで繰り返すという非常に大規模な計算をができるような環境が提供されています。このように約40年ほど分子科学の分野ではスパコンを使われてきて、その時代時代に応じた使い方がなされてきました。さて、ここからは量子化学計算について紹介したいと思います。量子化学計算で取り扱うのは分子です。でその分子を構成している原子の種類、元素は高々この周期表に書かれている通り110程度です。ただこれをさまざまに組み合わせて、またどれだけの原子数を組み合わせるか、そういったことでさまざまな分子を合成することができて、現在9000万以上の分子が確認されています。その分子の原子間の結合は電子間になっています。量子化学計算ではその分子の電子分布、電子がどのように広がっているか、これを計算して分子の構造や反応性、物性などを解析予測していきます。下に書いている図ですけども、最も基礎となるハートリホック計算で、行われる計算の状況を表しています。入力としては原子の電子分布、原子軌道といいますが、これと原子の座標を入力として入れて、
で計算をしていくと、分子での電子の広がり、電子分布、これを分子軌道と言いますが、これが得られます。その計算量は計算方法によって異なって、よく用いられる計算ですと、おおよそ原子数、規定の数の3乗から7乗、場合によってそれ以上に比例して増加していきます。量子化学計算で得られるものを一部ですがリストアップしてみました。分子のエネルギーはもちろん得られますが、それだけではなくて、エネルギー微分から安定な構造や遷移状態、反応の中間状態の構造を、計算から得ることができます。でそれらから化学反応のエネルギーも求めることができます。この右の図は、A と B を混ぜて C と D ができる場合の化学反応のエネルギープロファイルを表しています。反応前の A と B のエネルギーも計算できますし、その中間体、遷移状態のエネルギーも計算できて、最後の反応後の C と D のエネルギーも計算できます。これらの足し引き、それらの引き算から活性化エネルギー、反応を進めるためにはどれだけのエネルギーを与えなければいけないのか、また反応によってどれだけの熱が出てきたか、もしくは吸熱だったのか、そういったことを計算から得ることができます。で応用計算でよく行われる触媒、扱われる触媒ですけども、この触媒というのは反応前と後のものは特に変わりませんが、この遷移状態、中間状態のエネルギーを大きく下げることができます。そうすることでより少ないエネルギーで反応を進めることができて、そのためにはどういった触媒がいいかというのを計算からメカニズムを解明して、新たな触媒設計につなげています。その他には光の吸収や発光スペクトル、どんな波長の光を吸うのか、また、光を出すのか、そういったことも計算できますし、あとは振動 NMR、実験では当たり前ように取られるこれらのスペクトルも計算できて、このピークはどこから来ているのか、そういったことを計算から導き出すこともできます。さらにいろんな解析ができまして、各原子の電荷であったり、あとは溶媒効果、またどのような結合になっているか、軌道解析、そういったことも行うことができます。こちらには計算の適用例を少し挙げてみました。一番左は自動車の排ガス浄化触媒の一部を切り出したものです。金属酸化物状に貴金属、プラチナ、パラジウム、ロジウムの金属の微粒子が乗っていて、その上で、有害な窒素酸化物や一酸化炭素が反応して、無害な、窒素分子 N2 や二酸化炭素 CO2 に変換されて出ていくと。この貴金属の量を、コストの面や資源の面から少しでも量を減らしたい。さらに踏み込んで、この貴金属を違う金属、一般的な金属に置き換えることで、よりさらに性能も上げていきたい、そういったことを現在元素戦略プロジェクトでは進められています。真ん中のようにナノサイズの分子やクラスターの計算も可能になってきて、取り扱える対象が大幅に拡大して、これまで、それこそ2000年にはできなかったことがもう今はできると、そういったさまざまな可能性が広がっています。さらに新たな理論や並列アルゴリズムの開発によって、右のようなタンパク質、これは小さいですけども非常に大きなタンパク質も、計算が可能となっています。量子化学計算では、目的や、あと、使える計算機に応じて、さまざまな方法を選んで、実行しています。今回は、演算の内容から分類してみました。一つ目が、ハートリホック法、SCF 法とも呼ばれます。それや、DFT 法。これらは、二電子積分計算がメインとなっていて、基本的にはキャッシュ内の演算
がメインとなっています。そして密行列、密の対象行列の対角化も含んでいます。この方法の演算量は規定やもしくは電子数の4乗に形式上は比例して増えていきます。ただ後でお話ししますカットオフで経験的にだいたい3乗ぐらいで実際は実行できます。データ量は2乗ということで、データ量通信量は2乗ということで、それほど必要としていません。2つ目の接動法や結合クラスター法、これらは密の行列行列積が中心となっています。演算量は5乗以上に比例して増えていきます。これは次数を上げていくと5乗、6乗、7乗と増えていく非常にコストのかかる方法です。そのデータ量は4乗以上に比例しますので通信量も同じように増えていきます。そのため非常に大きなメモリ領域もしくはディスク領域が必要となります。3つ目が配置間相互作用法で、これは素行列の行列要素の計算とあと対角化がメインの演算となります。これも5乗以上に比例して何時まで考えるかによってそのオーダーは上がっていきます。これらの方法は例えば規定の数が2倍になると、3乗の方法ですと計算量は8倍、5乗ですと32倍、そして規定の数が10倍、1桁増えていくと計算量は3乗で1000倍、5乗で10万倍と急激に計算量増えていきます。そのため、こういった大きな分子を取り扱おうとするとスーパーコンピューターが必要となってきます。その他の演算ですけれども、重原子を含むときは相対論効果が重要になって、見たい効果、スピン軌道相互作用などを見ていこうとすると素数の演算が必要になってきます。現在は実数を倍精度で扱っていて、軽コンピュータレベルでは全く問題ないんですなく、またおそらくポスト系でもギリギリ大丈夫だと思いますが、そのポスト系の次ぐらいになると、倍精度では足りなくなる可能性があるのではないかと予想されます。ここからは先ほどの方法について簡単に説明していきます。ハートリーホック法ですが、一番先ほどもお話した通り、原子での電子の広がりをインプットとして計算して、分子の状態での電子の広がりを求めていきます。この分子での電子の広がりは原子軌道の線形結合で表します。そのためハートリーホック計算というのはこの線形結合の係数、これを求めていきます。この係数を分子軌道係数と言います。式で見ますと、ここに書いている FC イコール YSC と、こういう一問題を解けばいいということが分かります。ただ問題なのは、ここで求めたいのはこの C、固有ベクトルとなりますが、対角化する F、フォック行列を言いますが、この中に求めたい分子軌道係数 C が入っているということで、一度だけ対角化して、全てが終わるというわけではなくて、下に書いているフローチャートのように、まず初期軌道の C を、粗い方法で計算して、求めて、そして F を作って対角化して新たな C を求める。でこれを C が前と後で、ほぼ変わらなくなるまで繰り返し行っていきます。この一連の計算で一番コストがかかるのは、赤で書いている原子軌道 AO の二電子積分と呼ばれる項です。具体的な式はその下に書いている通りで、通常ですと、例えば点電荷で考えますと、非常にその空論項というのは、点電荷とあと距離が分かればすぐに計算することができるんですけれども、この量子化学計算では電子を広がり分布で表しています。これをガウス関数で表しています。そのためにこのクーロンの計算というのは非常に複雑になってきます。
そのため、ここが、この遺伝子積分項、これを計算するところが一番のボトルネックになっています。なお、これの他によく使われる DFT 法ですけども、基本的な流れとしては、このハートリーホック法と同じです。ただ違うのは、さらに項が一部追加されているだけで、オーダーとは基本的には変わりません。続いて、二次の接動法です。NP2 法です。ハートリーホック計算で、分子のエネルギーの約 99% を求めることができて、大まかな傾向、定性的な議論は ある程度行うことはハートリーホック法で計算で行うことができます。ただ細かな議論、定量的な議論を行うためには残り 1% の電子相関エネルギー、これを計算、できるだけ正確に計算することが重要となってきます。そしてこの NP2 法は電子相関を考慮する、を計算する方法の中で最も簡便な方法で、比較的よく用いられています。この計算では積分変換、行列行列積の計算が中心となっています。式で書くとこの通り、見た目は非常にシンプルなんですけれども、ハートリーホック計算でも必要になったこの原子軌道の二電子積分、これにハートリック計算で得られた分子軌道係数を一つずつかけていくことで分子軌道の二電子積分を求めていきます。この一連の計算が最もコストがかかる部分となっています。例えばフラーレン C60 の 631G 規定の場合ですと、オキパイが120、バーチャル軌道が720で規定が840、そうなると、データ量としては 25GB ほど必要ですし、最新のジオンのマシン32コア1ノード使うと、スマッシュプログラムを使って対称性を使わなければだいたい13分程度、このぐらいのコストがかかる方法になります。もう一つの配置間相互作用試合法です。これはハートリーホック法を行った後に電子を埋まっているところから空のところに上げていくと、そういったアプローチです。CIS、 CI シングル法は1電子の励起配置の線形結合を求めていきます。そして CISD、 シングルダブルの方法は1電子だけではなくて2電子の励起配置も含めて計算していくということで、非常に配置の数が増えていきます。例えばフラーレンの631次規定の場合ですと、 CIS の配置の数は10の5乗ですが、 CISD になると一気に増えて10の10乗と、これが行列の次元の素行列の次元となってきます。このように量子化計算、特に高精度な計算をしようとすると急激に演算量が増えていくと、そのために大規模計算を行うためにはこれまでさまざまなアプローチが取り組まれてきました。一つが近似の導入でフラグメント MO 法やディバイダンドコンカー法、またオニウムや QMMM などの分割法、そして ECP やフローズンコア極材化軌道などの科学的な知見を利用した近似法、そして高速化については演算量を削減する、また収束回数を削減する、そして実行性能を向上させると、こういったアプローチが取り、なされてきましたし、並列化では計算機関、濃度間の並列化、そしてその上で計算機の中の並列化、これは演算を分けていくと、さらにデータを分散させる、さまざまなアプローチ取り組みがなされてきています。
それでは一つ一つ見ていきます。まず近似の導入ですけども、一つがフラグメント MO 法 FMO 法で、これは今神戸大にいらっしゃいます、北浦先生が提案された方法で、巨大な分子、よく、計算されるのはタンパク質で、これをフラグメント、アミノ酸一段基もしくは複数残基ごとに分割して、1両体1フラグメントと2両体、フラグメントペアのエネルギーからをそれぞれ個別に計算して、最後に全体のエネルギーを、こちらに書いている式のよう式で、求めていきます。タンパク質を計算するときはおよそこの 2両体までの計算で十分なんですけども、それ以外の、分子やクラスターを計算する場合ですと3両体4両体まで計算してより正確なエネルギーを求めるということもなされています。この方法の優れているところ、特徴としましては、このエネルギーを計算基本的にはするわけですけども、もうそれがそのまま、そのアミノ酸残基ごとの相互作用エネルギーの解析にもつながっているということで、一つ計算全体を計算すればそれがもう解析のデータも同時に得られるという、優れた方法です。そして現在、計数万ノードを使った計算、特に創薬関係の計算が行われています。他に、ディバイド&コンカー法含め、さまざまな分割法が提案され、また、一部は K コンピューターで、計算をされています。続いて、エフェクティブコアポテンシャル ECP 法です。原子間の結合は価電子一番外側の電子が重要となっているため、内側はもうポテンシャルに置き換えて扱う電子の数を減らそうというアプローチです。特に有名なのがヘイワットのラン L2、 これが非常によく用いられています。そしてもう一つがフローズンコア近似で、ハートリホックの後の電子相関計算において内角からの冷気配置を考慮しないと。これも、まあ、反応などを考えますと内角からの寄与というのは、反応前後でも大体一緒だろうということで、そこからの寄与は、無視して、結合に重要な価電子のからの冷気のみを考えようというアプローチです。一つが、ローカライズ MO 法で、分子軌道を極材化させる方法です。電子相関計算では、通常分子全体に広がっている分子軌道、真ん中に書いている図ですけども、ハートリホック計算を行うと、基本的にはこういった分子全体に広がった軌道が得られます。これを適切なユニタリー変換をすることで、特定の原子、一部の原子の例えばロンペアであったり、あとは特定の2箇所の原子間の結合の部分に電子を集めるということをして、その上で近くの軌道間の相関のみを考慮するという方法です。他にはレゾリューションオブアイデンティティ法 RI 法とかミストフィッティング法などもあります。これは補助規定を導入して二電子積分の四中心積分を三中心の積分などの積で表現することで、計算量やデータ量を削減するというアプローチで、特に電子相関法で、大きな威力を発揮します。その他には、MD の方でも使われている FMM 法なども使われています。続いては演算量の削減で、近似などとは別の削減の方法です。やはり高速化をするためには演算量をできるだけ減らす必要があるんですけども、その中でも1電子や2電子ボトルニックになるこの積分計算を少しでも少ない演算量でやるアプローチを開発する。これはもうこの数十年多くの研究者が取り組んできました。その他には
シュワルツの不等式を用いたカットオフです。AO の電積分、μ、ν、ラムダ、シグマ、これの計算実行を規定のシェル、SPD のシェルごとに判断していきます。特に内角電子の規定のこのエクスポネンシャルの指数のアルファが大きい場合、この、図で書くと、右側の、大きく尖ったものになりますが、こういった場合は異なる原子間では重なりがどんどん小さくなっていって、値がほぼなくなるということで、大半をスキップすることができます。さらに密度行列の差もかけた上で、判定すると、収束に近づくにつれてより多くの計算がスキップされます。1点、訂正なんですけれども、この、2分の1乗ルートを取るところが、既にアップした資料では違った場所にあるので、訂正してください。このように、この密度行列の差もかけて、やることで、収束に近いところのデルタ D というのは非常に小さな値になりますから、カットオフの効果がさらに大きくなってきます。演算量の削減の方法として、他に対称性の利用があります。規定関数が実数、通常実数なんですけれども、この場合の AO2 電積分は、μ、ν、ラムダ、シグマの式を考えると、この他に例えば μ、ν、ラムダ、シグマであったり、またラムダ、シグマ、μ、ν、これらもすべて同じ値になります。この真ん中の式を見ますと、1番目の電子に関してはこの μ と ν を入れ替えてもこの積分値は変わりませんし、2番目の電子のラムダシグマを入れ替えても値は一緒です。さらに1番目と2番目どちらも全空間で積分しますから、この入れ替えても同じ値になりますから、 μ、ν のペアとラムダシグマのペア、この入れ替えも可能となります。そうすることで計算量を8分の1に減らすことができます。具体的にはホック行列の計算において、この積分一つを計算すれば複数のところに足したり引いたりすることができます。基本的な式としてはこの一番真ん中に書いているこの式でなんですけれども、積分一つ計算すると対称性を使わなければここの、黒で書いている部分だけ足したり引いたりするわけですけれども、それ以外にこの青や赤緑で書いた部分も同じ値であることが分かるので、それに適切な密度行列をかけて適切な北行列の要素に足し込むと、こういったことがどの計算プログ量子化学計算プログラムでも行われています。さらに、さまざまな量子化学計算では、収束、繰り返し計算が行われます。ですからこの収束回数を削減するということは非常に効果が大きいです。 SCF の収束については、最もよく広く使われているのが DIIS 法、その他にはニュートン・ラフソンをベースにしたセカンドオーダー SCF 法なども使われています。またホモとオルモのギャップが小さいとき、こういったときは SCF の計算の中で勝手にそのホモとルモが入れ替わったりということが起きてきます。そこで既に適切なところに電子が詰まっているということが分かっている場合であれば、ルモの軌道を人為的に上げてやることで、勝手にその電子が入る場所が入れ替わらないように調整することができます。さらに大きな規定の DFT 計算をいきなりしようとすると
大半の場合ではまず収束しません。変なところに電子が入ったり、またエネルギーが振動したり、いろいろな問題が起きて、収束しません。そういった場合はまずは小さな規定でハートリーホックや DFT の計算を行って、まず適切なところに電子を詰めていく。それを初期軌道にして大きな規定で計算を行うと、スムーズにエネルギーが通常は収束していきます。さらに回数も大幅に削減できて、トータルとしては計算時間を大幅に削減することができます。もう一つが、構造最適化の回数の削減です。こちらもニュートン・ラフソンをベースにした方法で、より安定な構造、繊維状態の場合ですと上に凸の構造に近づけていくということになります。ニュートン・ラフソンをベースにしてますので、値としてはエネルギーのグラジエントとヘッシアン、1次微分と2次微分が必要になるわけですけども、2次微分の計算は非常にコストが高いです。ですから通常は1次微分だけ解析的に求めて、2次微分は BFGF 法、アップデート法を用いてグラジエントから近似して求めていきます。このアップデート法を使うので、このヘシアン二次微分の、初期値ということものが重要になってきます。座標系をカーテシアンでやると、全く情報がわからないので、基本的には、対角行列をヘシアンとして使っていくわけですけども、そうではなくて、リダンダントコーディネートやデータローカライズドコーディネートと呼ばれる、分子の結合や角度、二面角を計算して、そこから初期ヘシアンを計算しようというアプローチが非常に効果的な手法としてよく用いられています。この分子の情報を使うことで、力場パラメーターから、初期のヘシアンを近似しています。非常に効果がある方法で、これは、来週具体的な数値はお話ししたいと思います。このページでは、実行性能の向上ということで、式の上の話というよりもプログラミングの話となっています。これまでの、講義でも数多く話されてはきているところではありますが、一つがシムド演算の利用、これを、効率的に行っていかなければいけないと。一つの演算命令で複数のデータを処理しますから、Do ループや For ループを、うまく回して、演算を稼いでいく。そして、時間のかかる演算は、削減をしていくと。特に割り算であるとか、あと、エクスポネンシャルやルートなどの組み込み関数、これは非常にコスト高いですから、これらの利用はできるだけ減らしていく。もしまとめられるのであればまとめるし、ループの中で同じことをしていれば外に出して一度だけ計算して、それを別変数に出て、あとは掛け算にすると。さらにデータアクセスを効率的にしたアルゴリズムやプログラム開発ということで、メモリというのは CPU、演算機から見ると非常に遠いところがありますから、できるだけメモリまでデータを取りに行くということは避けたいと。そのために、連続したデータアクセスで、できるだけ、キャッシュにあるデータを再利用するということを考える必要があります。量子化学計算ではよく多次元配列が出てきます。2次元、3次元、4次元の多次元配列ができますから、それの並び方をどうするか、これが性能向上には非常に重要となってきます。さらにコンパイラーの最適化オプション、これはコンパイルするときに設定するだけでいいという楽なところではあるんですけれども、コンパイラーにしっかりやってもらおうと思えば、結局は分かりやすいシンプルなコードを書く必要があるということで、コンパイラーにできれば全て任せて、そういった最適
高速化のところは任せたいと思っても結局は人間がやらないといけないと。これはおそらく今後もそれほど状況は変わらないと思います。コンパイラーの仕事で、一番重要なのは、書かれた通りのコードが書かれた通りの演算して、その書かれた通りの値を出すということです。ですから、最適化を強くしすぎて値がおかしくなればそれはもう、意味がありませんから、そういう意味では優先順位としてはまずは正しい答えを出す、その上で最適化をするということなので、あまり期待はしすぎることはできません。特にデータの依存関係があったり、あとは多重ループの中に不分があったり、あとは GoTo 分、まあ、論外だと思いますが、それでいろんなところに飛んでいくと、そういう複雑になってくると最適化は難しくなります。あとブラスレパックなど数学ライバリーの利用です。行列演算、あと対角化等々、はもう基本的には、このライブラリーにお任せすれば大丈夫です。 CP の性能を引き出してくれますし、あとノードの中の並列化もやってくれます。ただあまり小さすぎる配列ですと、サブルチンコールのオーバーヘッドが大きくなる可能性があるので、まあ、数十次元程度のものですと手で書いた方が早い場合もあるかと思います。あと、行列かけるベクトルのブラス2、これを数多く使うような状況であれば、できればブラス3、行列かける行列の形になるように変形して、まとめて実行した方が効率は上がります。行列ベクトル積ですと演算量とデータ量の比が同じとなって、もう今の CPU ですとマスパコン等関係なくメモリディストックになります。この行列積にすると、演算量の方がはるかに多くて、また、データを再利用、何度も再利用することができますから、メモリのアクセススピードということを、それほど考えなくてもよくなって、CPU の性能を簡単に引き出すことができます。続いて、並列化です。今もグローバルスタンダードにほぼなっているのは、ノード間は MPI、 そしてノード内は OpenMP で、それぞれ並列化する、そのハイブリッド並列化です。これを行うためには既存のプログラムをただ、並列化するというだけでは性能を出すのは難しくて、式を変形したり、あとは多重ループの順番の工夫をしたり、さらに多次元配列の並び方を工夫する、そういったことをまず式の上で紙の上でやって、その上でプログラムを書いていくという作業がほとんどの場合必要となってきます。ここで考えないといけないのが均等な計算負荷分散で、一部のノードやコアに負荷がかかりすぎると、そこの計算をやっている間、他のノードやコアはずっと待っているということで、並列化効率は極端に落ちてきます。そのため、均等にノード間で分けて、さらにノードの中で各コアに分けていく、2段階で分けていく必要があります。また、電子相関計算では、大容量のデータ、データ領域、メモリ領域が必要となりますから、これをうまく分散して計算をしていく。 K のメモリは1ノードは 16GB と今の PC クラスターの考えると少し小さいんですけれども、これが8万ノードあるとトータルでは 1PB と非常に大きなメモリ領域となります。ですからこの広いメモリ領域にたくさんノードを使って分散すると、こうしっかり考えてやれば、膜でデータを分けて、今までできなかった計算が可能となってきます。またノード間では分散させますけども、ノードの中では各コアが共有すると、 OpenMP では、メモリ量を共有できますから、そうすることで、膜
効率的なメモリ利用が可能となります。これはもう少し後で説明します。またこれまでは中間データの保存用としてハードディスクがよく使われてきたわけですけども、今のスパコン、またPC クラスを考えてもディスクのアクセススピードに比べて CPU の演算能力というのは伸び、そっちの伸びの方がはるかに大きいということで、あまりディスクにを読み書きしようとすると、そこが大きなネックになってしまうということで、できるだけ、そのメモリたくさんたくさんのノードを使って、メモリ上にデータを分散させるということを考えた方がこれからはいいと思います。さらに通信量、そして通信回数の削減、並列計算のプログラムの、チューニングで最後に残る問題は通信関係が多いです。特にレイテンシー、遅延の問題がどうしても残るということが多いです。こちらも後で説明します。こちらの図は並列化率と並列加速率の関係を表しています。計算負荷が均等に分散されている場合ですけれども、左側が数十コア、PC クラスターの場合ですが、並列化率、プログラム全体の中で、何パーセント並列化されているかという値ですが、これが 99%、 全体の中で 99% 並列化されていれば、この数十コアであればある程度、効率は出てきます。しかし右側の数千コアレベルになると、この青で書いた 99.9% でも、不十分で、少なくとも 99.99% まで、数千コアですと並列化しておかなければいけない。そう考えると、これからのスパコンや、あと K コンピューター、そういったものを使おうとすると、徹底的に並列化する、もうすべての計算を並列化すると、そういう意気込みで、取り組まなければいけないということが分かっていただけると思います。この並列化手法ですけども、先ほどからも お話しした通り、ここに書かれた OpenMP、MPI、そしてライブラリの利用というのがあります。そして上に行くほど難易度は上がって一般的には上がってきます。 OpenMP はノード内での並列化分散で、使い始めるのは非常に簡単です。もうドゥループやフォーループの上に1行入れるだけで、とりあえずは並列化することができます。ただ性能を引き出すのは大変で、データの依存関係であるとか、そういったことを考え出すと、かなり並列化を考えていない行動に挿入する場合には大変なことがあります。でこの OpenMP は今後ノードあたりのコア数というのはさらに増えると予想されますから、そしてポスト K でも同様の状況になりますから、この OpenMP がへの取り組みというのはますます重要になると。おそらくポスト K ではこれをどれだけ対応できるか、それがキーポイントになるのではないかと思います。そして MPI で、これはノード間で使いますが、ノード内各コアに対しても使うことができます。使い始めは大変で、まず MPI ニット、そして最後はファイナライズ入れて、その上でセンドレシーブなどを入れていくわけですけども、初めはちょっと手間かかりますけども、性能を出すのは比較的楽です。OpenMP に比べて、この MPI ですと、センドレシーブやブロードキャストなど、明示的に書いた部分でのみ値が書き換わるということで、それ以外は全く他のノードのからは邪魔はされませんから、そういった意味では性能は出しやすいのではないかと思います。そして先ほども言ったブラスレイパックのライバリー、
これらを積極的に使っていけばいいと思います。インテルですと MKL、ライブラリー名は MKL、AMD ですと ACML です。その他にコンパイラーの自動並列化もほとんどのコンパイラーに入っています。基本的にはノード内で、コンパイルするときにオプションをつけるだけなので非常に、まあ、楽なんですけれども、それやってくれるのはループの計算を分散させるということですが、 あまり効果が得られないことが多い、もしくはむしろ逆に遅くなるといったことも起きます。これで、この自動並列化で性能を出そうとすると結局人間がそのデータ依存関係をなくすとか、あとは同時の書き込みをにならないように配列を取り直すとか、そういったことをしないといけないので、あまりこういったものに頼りすぎるということは避けた方がいいと思います。で、この MPI と OpenMP のハイブリッド並列化の特徴ですが、まずノード間を MPI でこの青い字で書いている矢印で書いているように分けて、でその上でノードの中を MPI で並列化していきます。メリットとしてはノードの中では OpenMP でこれは動的に負荷分散ができますから、終わったものから次々、仕事を割り振るということができて、最後、比較的いい、分散、均等な分散になってきます。さらに、全てを MPI で分散させる場合に比べて、MPI のプロセス数を削減することができますから、計算負荷バランス、分ける数が減っていきますから、その分、負荷バランスは向上していきます。さらに、このプロセスが減ることで、通信の数も減っていきますから、通信時間も減らすことができます。もう一つ大きな特徴ですけども、このハイブリッド並列化では、メモリを有効に利用することができます。 MPI だけで並列化すると各コアがそれぞれの、メモリ領域を確保していきます。ですので、コア数が多くなればなるほど1コアあたりの利用できるメモリ領域というのは減っていきます。しかし OpenMP を使うとメモリ領域を共有する、そのノードの中では共有することができますから、コア数が増えても全体、1コアあたりの使えるメモリ 量はそのままと減らないということで、特に電子相関計算では、このメリットが非常に重要となってきます。もちろんデメリットもありまして、これは先週ジョンさんも話されていたかと思いますが、アルゴリズムのプログラムが複雑になってきますから開発コストが上昇してきます。ただこのデメリットをはるかに上回るメリットが得られますから、現在ではこのハイブリッド並列化が主流となっています。MPI 通信の最適化ですが、通信時間はその起こるデータサイズによって、主な主な要因が異なり、対応策が、異なってきます。小さいデータの場合ですと遅延時間が問題になって、送受信の回数を削減するということが重要となってきますし、大きなデータ、おおよそですが1メガバイト以上ですと、バンド幅が利息になってきますので、できるだけデータ量を削減するということが重要となってきます。具体的には小さいデータの場合、何度も細かいデータをやり取りするよりかは配列にデータを集めて一度に送ると、下に書いている図の通りです。このようにコピーして、一つの配列にまとめて送って、で送り先でまた、分けていく。そうすることで回数を減らしていきます。
現在の MPI 通信のレイテンシーは 0.1 マイクロ秒以上、これはインフィニバンドを使うか、またはイーサネットを使うか、それによって変わってきますけども、最低でもこのぐらいかかりますから、例えば最新のジオン32コアのマシンですと、この 0.1 マイクロ秒というのは約10万回の演算に相当しますから、何かデータを送るだけで最低限この10万回の演算をロスしてしまうと、それでも送るということになりますから、できるだけ回数は減らした方がいいです。OpenMP の変数で、フォートラの場合ですけれども、OpenMP の領域の中では、すべての変数を、ノードの中で、共有する変数、シェアードと、各スレッドが別々の値を持つ変数、プライベートに分類する必要があります。既存のコードに、OpenMP を入れる場合は、プライベートにすべき変数を指定し忘れて、勝手に上書きが起きて、値がおかしくなるということがよく起こりますから、その指定忘れは、には注意してください。デフォルトの設定では、シェアードということで、そのノードの中の、それぞれのコアが、スレッドが値を見ることができますし、書くこともできます。さらに、コモンやモジュール変数は、もうシェアードとなっています。そして、ドゥループの変数はプライベートで、また OpenMP 領域で呼ばれた関数やサブルチンの中で新規に使われる変数はプライベートとなります。これらをまとめたのがこの右側の、簡単なコードとなっています。シェアードは青で書かれていて、プライベートの変数は赤で書かれています。細かいところは後で皆さんで確認してください。そして OpenMP で並列化したときによく聞かれるのが、あまり速くならない、もしくは遅くなるといったことも、いったコメントもよく聞くことがあります。その主な原因としては OpenMP のオーバーヘッド、余分なコスト、その並列化するためのコストが多すぎて、大きくなりすぎて遅くなるということがよくあります。この OMP パラレルや OMP ドゥ、特にスケジューリングで動的に分ける場合、ダイナミックを使うときのコストはそこそこありまして、特にその OpenMP 領域の中の並列化した領域の計算量が少ないと、この余分なコストは無視できなくなります。その解決方法としては、できるだけ多くの計算領域をまとめて一括して OpenMP の並列領域にすると。さらに多重ループの分散を行うこともよくあると思いますが、できるだけ、外のループを OpenMP で分けてやることで、その並列化のコスト、並列化にかかるその段階というのを少しでも減らすと。こうすることで、余分なコストを、少しでも減らすことができます。さらに、どうしても上書きされてほしくない変数や配列にアクセス、書き込む場合は、排他的な処理、クリティカルやアトミックを使うことがあると思いますが、これらを多用すると他のスレッドは待たせるわけですから、待ち時間がどんどん増えてきます。そうすることで並列化効率が低下する、時間が、計算時間が長くなるということで、できるだけ上書きをしないコードにしていく必要があります。ですから、スレッドごとに変数や配列を用意して、もうそれぞれが自分のところに書き込むようにしていく、書いていくようにしていく必要もあるかと思います。さらに、コモンやモジュール変数をプライベートにする場合、スレッドプライベートを使えば簡単に別々のプライベート変数にすることができるわけですけれども、
オープン MP の領域で頻繁に呼ばれる関数やサブルーチンでこのスレッドプライベートを利用すると、余分なコストがかなり大きくなるという場合があります。これはインテルのマシンでもそうですし、 K コンピューターでもこういった事例は報告されています。そのため、別々の値を持ちたいコモンやモジュール変数があれば、こういった変数からサブルーチンや関数の引数に変更して、もうあらかじめ、違う変数であるということを、上の方で設定していくということで、問題を回避することができます。このように、高速化並列化というのは、重要であると同時に、難しさもあるということが分かっていただけたかと思います。ただこのノードあたりの、コア数はますます増加すると予想され、これはスパコンでも研究室レベルのマシンでも、状況としては同じです。ですから高速化並列化はもうスパコンだけではなくて、研究室レベルのPC クラスターでももう必須になりつつある、もう必須になっていると言ってもいいかもしれません。ただ、スカラ型 CPU を搭載したスパコン、インテルのジオンなどがや K コンピューターそうですが、それも PC クラスターも、基本的な開発方針やソースコードはほぼ同じと言って大丈夫です。ただどうしてもその開発にコストがかかりますから、その目的は何か、そこをしっかり踏まえた上で、取り組んでいかなければ、手段が目的化してしまうことにもなりかねないので、そこはしっかりと何をしたいかということをしっかり考えた上で取り組んでいってほしいと思います。そして、こういった取り組みに関しては根本的なところからやり直す、式の導出からやり直す必要がある場合もあって、これは分野によって、その大変さというのは変わってきますので、一概に簡単にまとめることはできませんが、根本的なところから考え直す場合も出てきています。そして、K コンピューターはスカラ CPU であるので、K だけのチューニングは多くないと。インテルのジオマシンで、しっかりと性能を出すように書いていれば、ある程度もう K でも同様に性能を出すことができます。ただ既存のソースコードを改良して、特に並列化を考えあまり考えていないソースコードを、ベースにして改良していこうとすると、なかなか性能を出すのは難しい場合があります。特に変数の取り方とか、そういった骨格の部分から考え出さないと性能を出しづらいという場合も出てきますから、そういう場合はもう思い切って、一から作り直すということも、場合によってはあるのかもしれません。おそらくこの、今後もこの開発コスト、特にその計算機の性能を生かしたプログラムを作ろうとすると、そのコストというのは増える一方だと思います。ですので、なかなか一個人や一グループだけで全てを対応するというのは難しい時代になってきているのではないかと思います。そういった状況を踏まえると、一つの解決方法としては、オープンソースでの公開と共有で、分野全体でのコストを削減する、同じようなことをいろんな人がやるのではなくて、使い回せる部分は誰かが作って、それをみんなで共有すると、そういったことを、真剣に考える段階に来ているんだろうと思います。これに関しては来週具体的な事例を含めて説明したいと思います。では、最後に、高速化の事例を紹介して、終わりたいと思います。
先ほどから何度も出てきている原子軌道 AO の二電子積分の計算ですけども、これはもう数十年にわたって多くの研究者がさまざまなアプローチを考えてきました。多項式を利用するものであったり、あとは座標軸を回転させて演算量を削減する方法、また軌道核運量を核運動量を効率的に上げる全化式であったり、あとはその核運動量を、うまく他のインデックスに渡していく方法であったり、あとは適切なタイミングで、短縮コントラクションを行うアプローチであったり、この他にも非常に数多くのアルゴリズムが提案されています。その二電子積分の計算コストですけども、規定関数の、短縮数、ガウス関数の規制、ガウス関数の、重ね合わせの数に、大きく依存しています。4つインデックスがありますので、4乗に、短縮数の4乗に比例する部分と2乗に比例する部分、また短縮数には依存しない部分の総合で演算量を見積もることができます。例えば水素の STO3G の規定関数の場合を左側に書いていますが、これは短縮数としては3つの関数の重ね合わせです。ですからこの STO3G の3というのはこの重ね合わせの数となっています。そしてプログラムに渡す場合ですとは、このアルファの部分、このエクスポネンシャルの指数の部分ですね、これとはその係数、これをそれぞれ書いていって、ことでプログラムはこれを読んで計算を実行していきます。その計算、具体的な計算コストを右の表にまとめています。これはすべて SP 型の関数の計算コストです。アプローチによってこの4乗2乗そして0乗の係数というのが大きく変わっています。ですので使う規定によって最も適したアプローチというのは変わってくるわけですけども、通常の規定関数の場合ですとある程度短縮していますから、例えば STO 数字ですと3ですし、631G ですと6とか3、まあ、1もありますが、そのぐらいの重ね合わせで、よく計算を行われています。そのためこの4乗2乗をいかに減らすかということが、基本的な重要なポイントとなってきます。で一つ新たなアプローチということで、紹介したいと思います。これは私が一つ考えた方法ですけども、ポープルヘレ法と呼ばれる座標軸を回転させることで演算量を減らすアプローチと、あとはマクワキーデビットソン法、これは全化式を用いて SSSS 型から効率的に核運動量を上げる方法です。これをのいいとこをうまく組み合わせて、新たなアルゴリズムを考えました。まず座標軸を回転させて、その上で全化式を用いて核運動量を上げて最後また戻すと。特に座標軸の回転に関してはこの、4つの中心 ABCD の AB 上に Z 軸を持ってきて、さらに CD に垂直になるように Y 軸を持ってくる。そうすると、X は自動的に決まりますから、このような座標軸をに回転させて、その上で、核運動量を上げていきます。こうすると核運動量を上げていく段階でさまざまなメリットを生かすことができます。ある成分は一定であるという情報を使いますし、また
一部の成分はもうゼロになって、もう式の上からその項を消すことができる。そうすることで、非常に演算量を、削減することができます。すべて SP 型の関数の場合ですと、ポーフルヘレ法、オリジナルの方法に比べて、この組み合わせた方法というのは、4乗と2乗の係数が大幅に減っています。具体的に、この係を入れてみますと、すべて、プリミティブの関数、関数が1つの場合ですと、ほとんど変わりはないんですけども、例えば K イコール3、STO3G の場合ですと、およそ3割ほど演算量を削減することができています。ということで、この組み合わせの方法はよく用いられる 631G 規定などそういったものに対して非常に効果があると考えられます。そしてプログラム開発はすべて S 型からすべて D 型までの21種類の積分ルーチンを計算して作成しました。座標軸の回転のメリットを考慮した全可式を導出してその上でこの計算コードを吐き出す自動生成のプログラムをフォートランとパールで作成しました。そうすることで約2万行のコードを最終的にリターン一発で出すことができてデバッグなどのも含めた開発時間を大幅に削減しております。具体的な内容に関してはスマッシュプログラムのこちらのサブルファイルもしくはゲームスプログラムのこれらのソースファイルを参照してください。また来週詳しく話しますが新たに作っているスマッシュプログラムではこの二電子積分ルーチンをライブラリー化しており引数でのみデータのやり取りを行って必要なデータを受け取ることができると行列演算のライブラリーのような使い方で積分計算を行うことができますので容易に他のプログラムへ移植することができて比較的早い積分ルーチンを他のプログラムでも簡単に使うことができるようになっています。少し古いデータではありますがこれをゲームスに実装して北行列の計算時間を測定しました。ご覧の通りどちらの分子でもまたどの規定関数でもオリジナルのゲームスに比べると2割から4割計算時間削減ができています。特に D 関数を含む場合はその削減の割合は大きくなっておりその効果は非常に大きくなっています。このアプローチは2005年からゲームスにデフォルトのルーチンとして正式に導入されていて特にインプット指定していなければ D 関数まではこのアルゴリズムが流れるようになっています。そして演算の約8割ほどはドゥーループの中で行われるようになっているためまたそのデータアクセスも連続的になっていますから現在の CPU に非常に適した方法となっています。ですのでその演算量の削減以上に実際の時間では短くなっている場合も多々あります。さらに座標軸を最後戻すわけですけどもその際に D 関数の場合ですと 6D カーテシアンからスフェリカルの 5D への変換を中に組み込むことができますから余分なコストをかけずにカーテシアンからスフェリカルハーモニクスへの変換ができるようにもなっています。まとめです。分子科学分野では35年以上、およそ40年ぐらい前から、その分野専用のスパコンを使ってきて、それぞれの時代で、可能な、大規模計算を行ってきました。分子科学計算はその分子のサイズや規定が大きくなると、計算量、データ量、通信量
特にまあ計算量になりますが、これが急激に増加するために、大きなものを計算しようとするとどうしてもスパコンが必要になってきます。で、並列化、高速化並列化に関してはもうスパコンの話だけではなくて、もう日常の、研究でももう不可欠になっているということで、もう普通に、通常の研究でプログラムを書くのと同じようにその、計算機の性能を生かしながら開発するということは当たり前のように考えなければいけない時代になっています。そして、軽コンピュータレベルの計算機がおそらく10年以内に全国の情報基盤センター、また研究所のスパコンセンターに導入される可能性が高いですから、今軽コンピューターでやっていることがもう10年以内にはもういろんなところでされているという状況になっています。なっていると予想されます。ですからもうこういったスパコンプロジェクトというのは新たなフロンティアを開拓すると同時に、その次5年、10年、15年後の基盤作りに非常に重要なものとなっているのではないかと思います。計算機はこれからますます複雑、SIM度の幅が増えていくとか、あとはコア数が増えていく、またアクセラレーターを使う、そういった形でますます複雑になっていきますから、アルゴリズム開発とプログラム開発はおそらくより大変になると思います。ある程度開発環境、プログラミング言語含めて、環境がである程度吸収してくれると思いますけども、それでも今よりも楽になるということはあまり期待できないのではないかと思います。ですから分野全体で開発コストを考えていく必要があるだろうと思います。またやはりこういった計算機をうまく使うというとことを考えると、プログラミングが一番最初に出てくるとは思いますけども、それだけではなくて、式の上での取り組み、演算量削減であったり、収束回数の削減、また近似の導入、こういったことも含めて、トータルとして取り組んでいく必要があると思います。以上です。